皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はダウンスイングで左手甲の向きが上を向いたまま、ダウンスイングをしてしまってフェースが開いたまま入ってしまって、スライスをしてしまう方、そんな方に向けてのレッスンです。この左手甲の向きが上を向いたままインパクトしてしまう人が非常に多いです。なのでスライスが出てしまってボールが飛ばないといったミスショットになってしまいます。この左手甲の向きをしっかりとダウンスイングの腰のあたりから目標方向を向いてくる必要があります。ここで上を向いてくる、左斜め上を向いてくるようなスイングというのは手元が離れてしまって、フェースが開いてしまう形になりますので、スイング中に左手甲の向きが正面を向くような意識で、スイングの練習をしていきます。何度もダウンスイングで正面を向いてくる形をこのようにシャドウで意識をしてください。軽く腰から腰のラインで練習をしたり、肩から肩でこの左手の甲の向きを意識して練習をしていきます。少し切り返しのところからこのように下を向けてくるような意識を持ってスイングすることで、左手の甲の向きというのは浮いてこずに上を向いてくることはなくなってきます。左手甲の向きに着目しながらフェース面の向き確認して開かないように練習をしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。